コルダイ付近の、チュイカワチュイカワカザフスタンキルギスウズベキスタン、タジキスタン中国アフガニスタントルクメニスタンチュイカワは、キルギス北部及びカザフスタン南部を流れる河川。長さはおよそ1067キロメートルである。チュイカワは、天山山脈西部のキルギス山脈北部に発し、石クくるこの数キロメートル近くまで近づいた後、北西に流れを変える。 狭いボーム峡谷を抜けると、チュイ川は比較的平坦なチュイバレーに入る。ここには、キルギスの首都ビシュケクとカザフスタンの都市種がある。チュ川の水の大半は、キルギスとカザフスタンの両方で、チュバレーでの農業用の水路網へと送られている。チュバレー内のチュ川は 100km 以上にわたり、キルギスとカザフスタンとの国境になっている。カザフスタン領内へ入ると、地川は、 ステップ内で消滅する。キルギスタン政府は、チュカワ及びその支流に、多くの水質監視所を設置している。チュカワ地域はもともと、イラン語軍の東軍に属するソグド語を話す、イラン系のソグド人が住んでいた場所である。中世にはこの地域は、戦略的に重要な場所であった。西突厥の首都西洋や西領の首都、ベラサ軍が置かれた。キルギスで最も北にあり、 人口も最も多い注意集はこの川から名付けられた。ありがとうございます。